everyone. Welcome to Glim's Spanky World. Glim's Spanky Radio, Instant Nation. Glim's Spanky Radio, Instant Nation. Glim's Spanky Radio, Instant Nation へようこそ。Glim's Spanky ギターの亀本ひろきです。ギターボーカルの松尾レミです。グリムスパンキーレディオインスタントネーションは音楽の話はもちろん僕たちのプライベートの話マニアックな趣味の話などなどグリムスパンキーの不思議な世界に皆様をご招待する番組です、はい、ということで、先週に引き続き、今週もゲスト来てくださいましたソレイテナーの堀江敦史さんですよろしくお願いします3週連続堀江さん、はい、ありがとうございますお願いしますしっかりもうここにね、はい居座ってますもうレギュラークラスで、ね、もうね もう10人ですよこれは初ゲストにしてここまでずっと永住権獲得しましたそうそういいねもうビザがちゃんと ねしかも入国審査も一瞬で通ったしねいや楽しくやってあります、はい、そうですね、はい、では聞いてくださいグリムスパンキーでいざメキシコへお送りしたのはグリムスパンキーでいざメキシコへでしたThis program is broadcasted at each station in the JFN affiliation. Glim Spanky Radio. Instant Nation. This program is broadcasted at each station in the JFN affiliation.グリムスパンキーレディオインスタントネーション。グリムスパンキーギターの亀本ひろきです。ギターボーカルの松尾レミです。誰誰ちょっと今のキャラ誰私ですけども。それでは早速コーナーの方行きましょうか。ミュージックディグ。はい。僕たち二人はですね、まあ、趣味や好きなものがね全然違くて、ね、なかなか、ね、合わなくていつも困っているんですが、まあ、音楽だけはねこう一緒にやってることもありまして、はい、趣味が合いますのでということでね、このコーナーはお互いに好きな音楽を持ち寄って応援するというコーナーを普段やっているんですがやっとね、はい、今回はあのこの、ですね、コーナーに、ね、メールが来ておりまして、うん、ありがとうございますあのリスナーさんからのメールですよ、うん、でそのおすすめの、ね、リスナーさんから紹介してもらって僕らもこうなんとか学んでいこうとしているところなんですけどまあ、じゃあそのメールをねまず松尾さんにちょっと読んでいただこうかなと思います、はい FM 長野でお聞きのきのこさんからいただきました私は最近グレープバインにハマりつつありますそんな時にネットで読んだストレイテナーの堀江さんとグレープバイン田中さんの対談で堀江さんがグリムスパンキーもグレープバインが好きこの間グレープバイン好きのみをしたという記事を見ました勝手に、それ以来グリムのお二人がグレープバインのどの曲が好きなのかそののみには他に誰がいたのかなどなど気になって仕方がありません、はい、ちなみに私はアルバムライフタイムが好きで特にいけすかない光についてあとインストの、ラバーガールもめちゃくちゃかっこいいと思ってます、はい、というお便りをいただきましたありがとうございますということで今日のミュージックディグのテーマはグレープバインでいきたいと思いますこれは、うん、僕らだけですよねその、はい、要するにその飲みはですねそうそうそう堀江さんと私たち2人の3人の飲みでした、ねカウンターに並んでね。はい、そう、ね、僕らの世代でグレープバイン好きな人めっちゃいますよ。ああそうなんだ。あの有名なさ方だとあれ葛西くんとかサチモスのヨンス君とか、グレープバイン大好き。あ葛西くん好きなの？大好きって言ってた。へえ。うん。だってグレープバイン呼んでたもんね。サチモスのツアーに。あそうなんだ。うん。ああそうなんだね。そうそう僕らからするとちょっと上で、はいはい、バインはだから上京してバンドで。あのライブハウスで活動し始めたぐらいの頃に、はい、メジャーで売れたロックバンドっていう、それこそまさにこのさっきおっしゃられてたライフタイムが全盛というかもうこうドーンって来てた時代ですよね。あの希望でしたね一つ。なるほど。本当にかっこいいことを突き詰めてるバンドがちゃんと売れるんだっていう。いや確かに、うん、そのテレビ番組に出演してる動画を見たんですよ僕は YouTube もその多分なんていうんですか2000年代前半かな、うん、90年代後半か2000年代前半ぐらいの、うん、いわゆるああいう時代のテレビ番組にグレープバインさんが出てきて、うん、あの何が好きなんですかとか言われて、うん、メンバーの人た皆さんが、うん、あのいや多分皆さん存じてないかもしれないんですけどニューリャングっていうアーティストが好きですとか言って、うん、言ってくわけですよ、うん、でもやっぱテレビでニューリャングが好きですとかそれ地上波で爆笑問題が MC でとかのところでニュールヤンが好きですとかで田中さんとかもうストーンズですねとか、
なんかそういうことを普通に言ってるのが、うん、やっぱね すごいなと思った。なんか、うん、でもなんかそうなんかねその尖ってるあの先輩たち、うんうんうん、例えばあのミッシェル・ガイネファントの千葉さんがラジオのなんか普通にオフィルのチャート番組とかゲストで出た時に、はいはい、チャート気にしたりとかされますかみたいな聞かれて、はいはい、いや気にしないっすね、こんなん八百長ばっかりですからねって言ったんですか。言ったりとか、あとピローズの山中沙夫さんがあのテレビの番組で、はいはい、インスタントミュージックっていう曲を出したそのプロモーションで、はいはい、そのどういう思いが込めてるんですかって言って、もう本当にもうそのポップミュージックその世の中でそのヒットしてるなんてもうインスタントミュージックだっていうことを思って作りましたとかって、本当に量産されてる曲をそうそうにアンチテーゼ的なことですね、うん、へえみたいな、かっこいいなと思ってました。その沢さんとかバインとかって世代的には同じぐらいなんですかね、どうなんだろう。沢さんの方がちょっと上ですかね。沢さんはそう、沢さんと千葉さんがね確か同い年なんだけど、ちょっと先輩かな、そのバンドでいうと、へえ。なんか音楽的に影響とか受けてたりします？いやめっちゃ受けてると思いますね、バインのそのライフタイムとか、はいはいはい、特に、うん、ライフタイムめっちゃ好き。だから ミディアムテンポでメロディアスなんだけど、はいはい、カタルシスである感じ、うん、日本のバンドでこの世界観というかこの空気感というか出せるのってグレープバインしかいなくて、そうですよね。しかももう今まさに今の新しい曲もかっこいいんですよ、全てちゃんとこう挑戦してるよね。そうですね、常に、うん、なんかアルバムがやっぱ楽しみなバンドってやっぱいいバンドだなっていうか、なんかこう思うというか、うん、次またどんなアルバム出るんだろうって思えるのが楽しみなバンドがすごいなと思いましたね。それをずっとねやり続けてさ、そうだね、そう実験性もやっぱあって必ず、うん、そういうところも好きだし、うん、なんかあのツアーにも誘ってもらって、はいはいはい、光についてを、うんうん、あの、はいはい、一緒に歌わせてもらったんですよ、はいはいはい、アンコールで。へー、なんかね声がちょっとなんか近いなんかこう周波数を持ってるみたいなところで、はいはい、めちゃめちゃ合ってハモってくれたりとかした田中さんが、すごい気持ちよかったですわ。いいね。ということですね、はい、この収録の前に3人でまずグレーバインの曲1曲かけるならどうしようというふうに、まあ、悩んで悩んで決めた1曲を今から皆さんに悩みすぎた結果そこに行き着いたっていう1曲だよね、はい、結局ここに行き着きました。グレープバインでのぞみの彼方、お送りしたのはグレープバインでのぞみの彼方でした。グレムスパンキーラディオ、インスタントネーション、ここではですねあのメールをね紹介していこうかなと思います、はい、じゃあ私が読ませていただきます。ラジオネームポチャさんからいただきました。ありがとうございます。いつも番組楽しく聞いています。早速質問があるのですが、快晴で穏やかな日にギターを弾くならどんな曲が弾きたいですか？最近ギターを弾き始めたんですが、晴れた日にギターを弾くのって気持ちいいなぁと思ったので、皆さんなら誰のどんな曲が弾きたくなるのかなぁと思ってメールしましたということですけど、ポチャさんメッセージありがとうございます。ありがとうございます。すみません、あのいい、ね、勝手にキャラクター作ってしまったので、いいと思います、はい、まあ、多分こんな感じでしょうと。そうだ、ということで、まあ、意外と痩せてんのかなポチャさん。ポチャなのに、うん、でちょっとあの出ましたよこれギタートークですよ。ギターね、ギタートーク、はい、晴れた日にだってなんか天気とかあります？晴れた日に外でギター弾いたりとかします？しないっすしません。ごめん、私する。お曲作る晴れた日に外で、まず外でギター弾かないそう、いや私ね結構結構外で作りますね。あの実家に帰った時に外出たりとか、あと堤防に行ってヤコギで作ったりとか早朝とか朝の5時とかに、うん、そう、あの堤防行って作ったりとか。今まあ冬だから今無理だけどね。今は無理、今は無理だけどするな。どんな曲って、なんかなんかありますイメージつきましたかね堀江さん。まあ、ちょっとなんかこうマイナーコードっていうよりは、まあそうですよね、うん、オープンな感じで、はい、まずめっちゃ根本的な質問なんですけど、なんていうんですか、曲を作るとかじゃなく、うん、何か曲を弾いたりします？家でよし、じゃあ今日はちょっとなんだろう、パラノイドアンドロイド弾いてみようとかしますそういう感じで曲難しい曲は弾かないけど
なんかたまにこうそのあこの曲好きだったわみたいな思い出したりとか、ね、なんか耳にこう引っかかった曲を、うん、あれあの曲ってどんなコードだっけとかって言ってやってみたりはしますけどね、うん、あするんです松尾さんする、うん、そういうの歌いたくなった曲があったらあのコード表のサイト行って、うん、それ見ながら弾いたりとか、うん、僕ね全然その弾かないあの曲をうちで何かの曲とか弾いたりしないんですよ、うん、そっかそうだからその今パッと僕がですよ僕が晴れの日にギター持ったら何弾くかなって考えた時に、うん、まず弾くのはローコードの G メジャーかなと思ったんですよ、うん、G メジャーで、うん、いわゆる5弦の3フレットの、うん、いわゆる3度あるじゃないですか、うんうん、あれを、ハンマリングとかするかなあのかあのなんていうんですかその離したりつけたりしてドゥンタイントゥーンとかやるかなとかでその後そのまんま何ですか小指とか の, そのいわゆる1人間押さえてるところはそのまんまに C に行ってその人差し指となんだこれ何薬指中指薬指中指だけC の状態だから C のルートとサンドを押さえる状態に行ってまたそこでもサンドの音を開放でフリングとかハンマリングして、うんまた G に戻るみたいなそのめちゃめちゃいいじゃんこれ多分5度のそのシンプルな、うん、ちょっとフォーキーな5度進行でたまにちょっとそのまま B マイナー行っちゃったりしてマイナー行くのか A マイナー行っちゃったりしてそうかそうかでまあで D メジャーとかも描けてるじゃんでまあ、ね、G で戻ってイエーイみたいなあそれダメダメですか、うん、それダメ最後 G 台無し台無し台無し本当ですか、うん、メロディーが浮かばないあ本当ですかいやちょっと僕の中でフォーキーな感じだったんでフォークとかカントリーのやつやっぱ最後その何ですかルートのコードに戻るイメージがあったんで、うん、回ってきて戻ってジャーンってやろうと思っちゃったんですよねいやいいでしかもその戻った時押さえるのはそのローコードじゃなくて、いわゆるこの何ですかそこの 3弦6フレットのバレーコードの G のまあ4、3、2弦ぐらいの、まあ、だからルート3度5度ぐらいをポンって押さえて、はい、ジャーンで終わるぐらいまでもうイメージしました僕は途中からもう全然イメージできなくなってるけどちょっとなんかチュートリアルのバーベキューのネタみたいなせいでおーおーおー次おーみたいなあそっちかみたいなそんな感じなんですけど、うん、なんか晴れた日、ま、いやでもすごい良かった、ねうんね、ということで堀江さんね、うん、私たちの大好きな堀江さんとのトークパートも今日で終わりですついになんかこんな感じのに付き合ってもらっちゃって本当にちょっと申し訳ない気がしてきた今なんかとんでもない楽しかったひたすらまた来てくださいぜひはい、はい、ということで、お知らせお願いしますはい、ストレイテナーは、2018年が、なんと20周年結成20周年のアニバーサリーイヤーということでおめでとうございます、はいでまあ、告知としてましては、はい10月に出ましたトリビュートアルバムフォース、はいそれから11月に出しましたストレイテナー×秦基博の明かりというシングル曲が現在もこの冬の、はいねうん、素晴らしいこの冬をあったかく過ごす、はい、いやもうハートウォーミングな曲としても、はい、最適だと思います、はい、ヒットしていると思います、はい、そして、ソロで、はい、ライブが決まってまして1月28日に東京新木場スタジオコーストの古川豊くんの、はい周年のなんか、うん、フェスっていうか、まあ、イベントなんですけど、はい、指定しますはいということで、堀江さんのいろんな活躍皆さんぜひチェックしてください、はい、お願いします、そして私たちグリムスポンキーからもお知らせです2018年、1月31日水曜日に映画不能犯の書き下ろしシングル愚か者たちをリリースしますそして2018年5月12日土曜日グリムスパンキーライブアット日本武道館と題して武道館も決まりました、はい、イエーイぜひ来てください、はい、ではもう名残惜しいですけどね、はい、ラストナンバーいきましょう、はい、では堀江さんご紹介お願いいたしますはい、ストレイテナーの月に読む手紙聞いてください3週にわたってストレイテナーの堀江敦さんが来てくれましたありがとうございましたありがとうございましたグリムスパンキーレディオインスタントネーションエンディングのお時間です泣いちゃういやなんかあれですね、はい、いろいろさベラベラと喋ってねえ、うん、なんかね堀江さんにお付き合いいただいちゃってなんかそうですね大丈夫だったかねね楽しかったですよ、うん、楽しんでいただけたのかなそう本当はねまだ私の隣に堀江さんはいるんですけれどもどうだったかなどうだったかな楽しかったねでもすごいはい僕ら楽しかったですよあー楽しかった堀江さんにまた来てほしいな、はいはい、普段しないような話が多かったよね、うんうん、またこじこじのだけの語りの会をやりたいな
じゃあ、うん、その時は僕はちょっとお休みしまあ、うん、というわけで、はい、この番組では皆様からメッセージをお待ちしております、はい、ずっとねこの3週にわたってやってきた堀江さんとのトークの感想もぜひあのね送ってくださって嬉しいです、はい、ということでね松尾先生今日も宛先を読み上げてください。はい、メッセージはスマホアプリ JFN パークのグリムスパンキーレディオインスタントネーションのメールフォームから送ることができます。はい、ありがとうございます。それではね今日はここまでです。お相手はグリムスパンキーギターの亀本博樹とギターボーカルの松尾レミでした。また来週。